おはようございます。沖縄の好きです。今日もねやっていきましょう。妖怪ウォッチすき焼き、というわけでですね、ま、前回ね、なんか、変なのガチャガチャあのボールに巻き込まれて、出てきた時はなんかふみちゃんが妖怪ウォッチを持っているという、まあ、不思議なパラレルワールドでございました。というわけで、妖怪風2になった、私主人公でございますが、さて、まあ、ふみちゃんの家に来たよ。うん、まあパラレルワールドだしな、同じ場所だ。うん、いいのかな、どうしたの。うん、なんでもない。うん、戻れるのかな。てかこれ、このクエストちょっとランクが高かったんで、いや始まっちゃったんだけどね、ランクが高かったんで本当に自分でクリアできるかどうかっていう、まあ、非常に不安なところがいっぱいでございますけれども、うん、なんかさ、ふみちゃんの部屋綺麗だよね。やっぱり女の子の部屋だけあって、うん、ういっす、うん、そうだった、お出かけ、ウィスパーなんか気が利くね。ほう、役に立ってるね。ウィスウィス、妖怪筋でウィスから、うん、ほう、うん、じゃあついてきます。時計屋さん、ほい、時計屋さんに、あそこだよな、誰と会うの、まさか、まあ行こう。ついで、どっちだっけ、こっちか、あ、違う違う、こっちこっち、はい、到着でございます。さあ、行こう。ま、あれドロシー、ほう、こっちの世界ではドロシーとフミちゃんっていう構成になるのか。USA で親友なんですか。ほう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 、マックじゃなくて、そういえばいつの間にマックが親友になってたんだろうな。まあそれ、そうだ、マックと親友な、うん、それはそれちょっとなんか羨ましいっつうか、なんつうか、うん、お嬢様、ドロシー、やっぱりお嬢様か、あーつうか、なんかすげえ、やっぱ女の子のねえ、いいね、うん、うん、本当に華やかでいいっすね。うん、ふう、甘酸っぱさが欲しい。あ、あー、はい。頑張れ。バトル、あ、バトルじゃなかった、はい、うん、ふう、妖怪の生活も悪くないな。うん、俺も妖怪になる。今日のバトルはなかなかのものでしたよ。ほう、音楽がまたこれなんかまったりして、はあ、なんか自分までこう本当ほわーんとしそうな感じの音楽でございますな、うん、で相談したいことがあるんだ。うん、なんだろう、弟のことでちょっと、うん、ドロシー弟、え、マック、ドロシーの弟がマック、マックのお姉さんがドロシー、兄弟、別のマックかと思ったけど、このマックはあのマックだよね。マックって本当にお坊ちゃまなんだ。へー、なんだろう、似合わない。似合わないな、似合わないよマック、うん、似合わないよマック、まったくマックったら、まあ、うん、ふんふん、まあ、はい、頑張るっす、頑張る頑張る、行こう行こう、とりあえず、はい、ここでマックと合流なんだけれども、マックはどこにいるのかな。うん、奥の方にいるらしいとは思うが、うん、なかなか見つからないです。奥まで行きます。行こう、行こう、行こう。うん。
相変わらず向こうでなんか動いてるよ。あれ、どうやったらいけるんだ。ああ、このまま話しかける。はい、 OK。 マック君見つけた。はーい。俺になんかよかった。いや、まっ、ふんふん、しっけえの見つけたんだぜ。しししな、女の子はあんまりこういうの喜ばないと思うけどな。ふみか喜ぶ。お、ゴミだよね。あんまり喜ばないよね。はい、まあこういうのはなかなか理解されないんだよ。もしかしてマックって、まあね。そうか、悲しいね。マックマックライバルか。おや、元の世界に戻るために何かあるのかな。そっか、帰る方向を探してみよう。よし、どうすればいいんだろう。みーちゃん寝るとき掛け布団してないのか。とりあえず行ってみるしかない。ガシャのある場所に行ってみよう。さあ、じゃあ移動っす。妖怪なのにちゃんと信号守ってますよ。さあ行こう行こう。元の世界に帰れたりし、あれ、行くんでウィスネってウィスパー。ウィスパーなんでここに。一人で来たのば、え、気がついてましたよって。あらま、ウィスパー。なるほど。いや、俺天野じゃないから。天野じゃないよ俺は。あ、よかった、名前決めるときに鈴木貴政にしなくて。天野鈴木貴政って何者になる。変な名前。はい、あ、これで帰れるか、よかった。ウィスパーもこのままついてきてくんないかな。向こうの世界のウィスパー、これぐらいいいやつだったらいい。ダメでウィス、振り返ったらダメでウィス。はい、やべえ、なんかしんみりくる。ありがとう。おう、ゴロゴロゴロ、やべえ、なんか本当にしんみりするわ。ウィスパー、さよなら。でもこっちにまたウィスパーいるんで、ジバニャンもいるし。なんでジバニャン叩いてんの。おう、帰ってきたよ。どこ行ってたんで、ウィス、聞いてよ、それがさ、一生懸命説明してます。そんなことがあったにゃ、アジマにゃ、ウィスパーは信じてくんないし。イヒヒヒ、やっぱり向こうのウィスパーの方が良かったな。ウィス、こうやって参りましたが、さあどうしようどうしよう。ふみちゃんのいる異世界も悪くなかったけど、結局レベル高いバトルとかそういった
たの、あ、どうしてだ。いやいや、照れすぎだってば。照れすぎだって。照れ、それデレデレしすぎだよ。はい、紹介したい方がいたの。ん？お？この方でしょ？おや？これは？っていうか、ドロシー妖怪見える。あ、マックも見れるし。え？いや、私だって分かっ…いや、ふみちゃん、なんで妖怪になってんの？あれ？ははははは、ウィス、ウィス、ひで、ふみちゃん、こっちに来ちゃった。みふ、みふと友達になった。お、お、お、みふ、小山、小山、はい、いいのかな。まあ、ふみちゃんっていうか、みーふーとお友達になったということで、はい。ちょっと、いつでも来れるんだ。あ、はい、わかりました。なんかまたさらに行ける範囲が広がって、大変な展開だな、これはまた。はい、というわけでですね、まあ、今回はこんなところで一旦お願いします。よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあまた、バイバイ。